FA 戦線2024。プロ野球シーズンオフの大きな話題となる FA ですが、2023年オフは西武の山川穂高選手の移籍や人的保障などをめぐって球界に大きな衝撃が走りました。最近は FA 権取得が近い選手と複数年契約を結んで囲い込む球団も少なくありませんが、あえて単年契約を選ぶ選手もいます。そこで今回の動画では24年オフに FA 権の取得が見込まれる目玉選手を紹介しつつ、宣言の可能性について言及していきます。日本一に貢献したメンバーの動向は、昨シーズンは2005年以来のアレと38年ぶりの日本一を達成し、主力選手たちにはバラ色のオフが訪れました。そんな中でも24年に取得が見込まれる選手はいずれも優勝に貢献した選手ばかりです。野手では4番を全試合守り抜いた大山雄介選手を筆頭に、坂本誠志郎選手、糸原健人選手、原口文人選手ら、いずれもチームにとってなくてはならない選手ばかり。大山選手は契約更改時に球団から複数年を提示されましたが、単年契約を選択しました。会見では FA について記者から質問を受けると、大山はいい条件を提示してもらいましたけど、来年も単年で勝負させてもらうことにしました。 FA 権を取ったわけではないので、来年取得してから考えたいですし、今は来年連覇することしか考えていない、そこが第一だと思いますと明言を避けました。大山選手が市場に出れば争奪戦の可能性もありえますが、虎の4番の先輩でもある掛布雅之氏は、大山くんが単年で勝負したかったのは来シーズンに緩みたくないとの思いがあったんでしょうね。年俸も3億円近くに上がって2億8000万円。今度は監督に引っ張られるのではなく、自分がチームの中心となって若い選手たちをまとめていく、そういう思いがあるので、来年も今年のような成績をきっちり残して複数年を結ぶ方がいいと考えたのではないでしょうかと分析しています。阪神が黄金時代を築くためには、大山選手が中心となることが必要不可欠なはずなので、流出の可能性はかなり低いと見られています。大山選手と同じく優勝に貢献した坂本選手も4200万円アップの年俸7000万円と大幅昇給を勝ち取り、ゴールデングラブ賞を獲得した点についても球団からしっかりと評価してもらったと満足げな表情を浮かべています。記者会見で FA についての言及はありませんでしたが、日本一もゴールデングラブも何年連続の方がかっこいい、まずは2年連続を目指してやりたい、そこから何連続でもいいと思っているので、勝つという喜びを味わいたい、たくさん応援していただいて一緒に優勝して喜び合いたいと来季以降を見据えた言葉を口にしているので、市場に出れば大山選手以上の人気になりそうな FA 戦線に坂本選手が乗り出すことは考えにくいと言えます。代打出場で存在感を見せた原口選手と糸原選手についても、現段階で FA についての話題はほとんど聞かれませんので、こちらもチーム内で数少ないベテランとしてチームに貢献し続けそうです。一方、投手陣に目を向けると、日本シリーズ第7戦で見事先発の大役を果たした青柳晃洋選手が取得見込みですが、3000万円減の2億1000万円でサインした契約更改後に球団からの複数年提示がなかったことを明かしています。来季について青柳選手は、もっとできると思っているし、もっとやらないといけないと思っている、タイガースはいい選手が多いですし、しっかり気合を入れていきたいと語り、まずはキャリアハイを目指したいと付け加えました。青柳選手は FA 権を行使しての移籍よりもメジャー移籍を視野に入れている発言が目立っており、自主トレを公開した際の取材でも、海外 FA なら35歳とかになるので現実的に行ける可能性は低い、行かせてくれるとしたらポスティング、
その話もまだできていないですけど、将来的には戦いたいと語っています。阪神は井川選手や藤浪選手などポスティングによるメジャー移籍を容認してきた歴史もあるので、青柳選手はどちらかといえば海外への挑戦目的で今オフにも阪神を離れる可能性があると言えます。固定起用されなければ流出の危機も。 DeNA は夏前に阪神を追い越し一時的に首位に立つなど見せ場の多いシーズンでしたが、結果的に3位となり CS の地元開催も逃しました。牧秀悟選手が4番に座って打点王と最多安打のタイトルを獲得し、打線の核として活躍しましたが、ファンの間でもったいないとの声が上がっていたのは今オフ FA 権取得見込みの佐野啓太選手です。佐野選手は開幕から不慣れな1番を任され、成績も2割5分前後を行き来するなど3年連続3割を記録したヒットメーカーぶりを発揮することができませんでした。6月以降は主に3番で起用されるとやや数字を持ち直しましたが、 OPS は昨年の8割5分3厘から7割1分1厘に大幅に下落。加えて昨シーズンもファーストとレフトの併用が続き、打順も守備位置も落ち着かない1年を過ごしました。契約更改では球団から複数年を提示されましたが固辞しており、今年の成績に納得できなかったので単年にしました。今年の悔しさの分自分を奮い立たせてやりたいと今季への反撃を誓いました。佐野選手は1500万円減の1億5500万円でサインしましたが、これに対してもう少し考えてやってほしいと擁護の声を上げたのは OB の高木豊氏です。高木氏は佐野選手の契約内容について触れ、佐野はさ、今年もいろんなとこで使われて便利屋みたいになっちゃったよね。外が出るときは外野に回るし、いなけりゃレフトでしょ。佐野の立場からするとどっちが基準になるんだと言いたくなってもおかしくない。球団から複数年を提示されてたけど断ったのはやり返したいのと、もし FA 取ってどっかが外野のポジションを空けて待ってますよなんて言われたら佐野の心もグラッときちゃうよ。そういう意味でも今年は現状維持くらいで査定してもよかったんじゃないかなと思うと語りました。仮に佐野選手がオフに宣言を行えば、30歳の年齢かつ実績も十分な外野手候補として争奪戦に発展することが考えられるので、今季の動向にはより注目が集まります。 FA 市場で人気の捕手2人は交代賞。今季自己最多の134試合に出場し、打率2割8分1厘、16本塁打、55打点と強打の捕手としての地位を確立した大城卓三選手は、単年で契約を更改しました。FA 権の取得については、球団から何の話も行われていなかったようで、記者からその点について質問を受けると、いや、今言われて初めて知りました。俺、来年 FA なんすか？何も考えてないっすよ。と、無頓着な姿勢を示しましたが、あまりにも球団からの扱いが軽すぎると、さすがの大城選手も移籍を視野に入れる可能性もあるはずです。巨人の番記者は大城選手について、阿部新監督は内野のメンバーにレギュラーの手形を与えましたが、大城にはこれで満足してもらっては困るとして競争させることを明言しています。大城は何かとリード面で言われることの多い選手ですが、セリーグの他球団を見回しても捕手で2割8分と16本塁打を記録している選手はいないので、もう少し阿部監督も大城を信頼してあげてもいいんじゃないかと思いますねと、やや査定が厳しすぎるのではと語りました。何も考えていないとの言葉が額面通りなのかどうか、今オフには答え合わせが待っています。中日の木下拓也選手も FA 権取得を控える捕手の一人であり、契約更改後に2ヶ月チームを離れ、納得のいく結果も出せず、不甲斐ないシーズンだった。
契約のベースが骨折したシーズンの成績だと後悔すると思った。球団の誠意を受け止めた上で、単年で勝負させてくださいと伝えました。と、球団から複数年の提示があったことを明かしました。経験豊富な捕手が市場に出ることは稀な上に、木下選手にはバンテリンドームを本拠地にしながらも、2桁本塁打を放ったことのある長打力も魅力なので、宣言を行えば、かなりの好条件を提示されることは間違いありません。しかも木下選手の FA ランクは移籍に伴う保証のない C ランクである可能性が高いので、さらに人気が高まるはずです。今オフも C ランクの山崎福也選手が好条件で移籍した実績もあるので、木下選手もこれに続くかもしれません。先発への強い思いが叶わなければ流出の可能性も。オリックスのリーグ3連覇に貢献した山岡大輔選手は1000万円増の9000万円で契約を更改しました。山岡選手は昨年12試合に先発したほか、後半からはリリーフに回り、中継ぎや抑えで19試合に登板。勝ちパターンでの起用も目立ち、2勝1敗8ホールドの成績を上げました。交渉の席上で山岡選手は先発にリリーフにと役割を変えながらもシーズンを完走したことについてフロントからねぎらわれたと明かし、いい評価をしていただきました。僕自身難しいシーズンだったし、すごくいい経験をさせてもらったシーズンだったと思います。自分の中ですごく楽しかったと思いますと表情を緩めました。山本選手と山崎選手の2人がそれぞれ移籍したことによって、先発には27勝と300イニング近い穴が開くことになりますが、山岡選手の起用は今季も流動的なようで、由伸と福也さんが抜けて、それでも強いと思われるような投手陣を目指してやれば4連覇できる。どの場面でもチームに貢献できればと語っています。オリックスでのプレー経験もある坂口智隆氏は、山岡選手の救護の適性について、先発の時から立ち上がりがすごく上手だなと思って見ていたと印象を述べつつ、やはり 1、2回の短いイニングだと打てる球が少ない、流れを切るのにもってこいのピッチャーじゃないかなという感じを受けますよねと語りました。坂口智隆氏の言うように、山岡選手は中継ぎ抑えでも結果を残していますが、やはり先発志向の高い選手なので、今シーズンも便利屋的な起用が続けば、先発ローテを確約するチームへの移籍を考えてもおかしくありません。今年40歳を迎える平野佳寿選手の後釜として守護神に収まるプランもありますが、ここは WBC にも出場した宇田川優希選手が候補として控えているだけに、山岡選手が便利屋の役割に納得感が得られない場合は、他球団の話を聞く流れになってもおかしくありません。球団に対する不満が頂点を迎えれば、大流出もあり得る。ソフトバンクは、山川選手の FA 移籍に伴い、悪い意味でオフの主役に躍り出てしまいました。球団の育成状況やフロントのやり方に対して不満を募らせている選手も多いと言われており、今オフに FA 取得予定の石川柊太選手もその一人と言われています。石川選手は3000万円ダウンの年俸1億2000万円で契約更改を終えると、球団から複数年の提示がなかった点について触れ、それは僕から何か言えることは少ないです、それが球団の姿勢なのでと口にしました。昨年は23試合で4勝8敗防御率 4.15 と不本意な成績に終わりましたが、8月の西武戦ではノーヒットノーランを達成し、ポテンシャルの高さを見せました。しかも年俸額が高騰しているソフトバンクでは、石川選手が C ランクに該当する可能性が高く、争奪戦に発展してもおかしくありません。石川選手と同じく C ランクだった山崎選手が総額10億円超の契約をまとめたことも追い風になるはず。ソフトバンクは
コンオフも守護神のオスナ選手に4年契約で40億を超える契約を提示し、昨年は FA 移籍した近藤選手と50億円規模の契約を結んでいます。かつてチームの主力であった杉内俊也現巨人投手コーチは契約公開後に、携帯電話会社と同じですよ、新規加入の人には優しくて既存の人はそのままとのセリフを使いましたが、石川選手にもこの言葉は当てはまると言えるので、自身の市場価値の高さを見越して FA 宣言に打って出てもおかしくありません。一方で石川選手と同じく FA を宣言すれば複数の球団が興味を示しそうな牧原大成選手は、最後は地元で終わりたいと契約公開後に福岡愛を貫く宣言を行っています。変動性ながら3年の契約を結んだ牧原選手は、仮に FA でどこかの球団から話が来ても、僕はずっとここソフトバンクに残るつもりでいました。年齢も年齢ですし、本当に球団には感謝したいなと思いますと語っています。また甲斐拓也選手は、球団から複数年の提示がありながらも、プロ野球選手は1年が勝負とあえて単年での契約を選びました。一部では FA 権に興味を示していると報じられましたが、バンキシャは今年あえて単年を選択したのは、球団が提示した複数年契約の内容に不満があったからでしょう。いくら単年とはいえ、 FA 権取得前年の年俸が現状維持ですから、複数年契約の条件も押して知るべしです。来季最高の活躍を見せて、さらなる大型契約を狙いたいのが本音ではないでしょうかと分析しており、今季は大型契約を勝ち取る意味でも勝負の1年になると見られます。チームは和田選手のプロテクト問題など、大揺れの状態でキャンプを迎えることが予想されるので、甲斐選手のキャプテンシーに期待したいところですね。活発な移籍を促すのであれば、人的保障の見直しは必須か。今回紹介した選手の他にも、新たに FA 権を取得する選手は複数名いますが、コンオフの和田選手にまつわる騒動を見る限り、これからは人的保障を伴わない選手の価値が高まってくると言えそうです。1月16日に東京都内のホテルで行われた12球団監督会議に出席した岡田彰布監督は、取材を受け今回の騒動に対して、俺らが FA 制度を作った時にはな、そうや40人までプロテクトできたんよ、だから人的保障が問題になることはなかったんや、それがだんだん人数が減って、今プロテクト可能なのは28人やろ、そらしんどいよと自身の見解を口にしました。実は岡田監督は現役時代に、老組プロ野球選手会の会長として FA 制度成立を主導した経験があり、 FA 制度については以前から時代に合わせて変える必要があると繰り返し提言を行ってきました。監督としても第一次政権時の2007年オフに現広島監督の新井貴浩を FA で獲得、人的保障として若手有望株の赤松雅人現広島守備コーチの流出を余儀なくされました。その際にも岡田監督は、広島のチーム事情を読み切った上で、ギリギリのラインでプロテクトリストが作成できるよう苦労と工夫を重ねたと語っています。移籍の活発化を目的として日本球界でも FA 制度が始まりましたが、大物選手が動くたびに人的保障の問題が発生しており、自由な交渉が行えなくなる可能性もあります。現に今オフも保証がない C ランクの山崎選手には、複数の球団が獲得に名乗りを上げた経緯もあり、岡田監督は、ランク言うのもよしあしやな、選手が勝ち取った権利やのに違う理由で球団が取りに行きにくくなったら意味がない、反対にランクの低い選手は動けばいいけど、そんな選手が市場に出てくるのは稀やで、主力として一定期間活躍してたらおのずと給料も高くなるしな、
と語っています。今後は NPB 側で FA 制度の見直しが行われる可能性もありますが、今年は現行ルールのままオフに入るはずなので、また大きな問題が発生する可能性もありそうですね。今回は2024年の FA 戦線について紹介しました。